結果は当たりました。はい、とても安いじゃなかったんですけどね。そこでスマート賢い、ここがやっぱり相当難しくてですね、結婚式の披露宴自体もすごく変えていきたいという、その今既存のものではなくて新しいサービスだとかそういうものを打ち出していきたいっていうことを考えてます。私たちの共通の友人の結婚式の二次会にその時何度か行った時にですね、その私の友人が役者をやっていて、で彼が段取りを組んで司会をやるものってすごく二次会が盛り上がったんですけど、そうじゃないものってなかなかひどかったんですね。でこれってひょっとして困ってるし、まあ、これは間違いなくビジネスになるんではないかということで、ビジネスをスタートさせていくという経緯になります。試しに面白そうだからやってみろよっていうところでお客様紹介していただいて、そこでやらせていただいたらものすごく喜んでいただいて、トレーダーをしている時にも、まあ、テクニカルなチャートを分析してどうとかっていうよりも、結局はどんな人が会社をやってるかとか、どんなサービスをやってるかとか、まあ、そっちに結局行き着いていくので、まあ、そういう考えは非常にあったんではないかなと。結局いいものを作ってお客様に喜ばれるものを作れば、まあ、売上利益上がっていくっていうような思いはすごくあったなとは思ってます。そうしているうちにですね、その電話の内容が結婚式の披露宴をやってほしいっていう内容にすごくこう変わっていくというか、そういう問い合わせがすごく多くなってきたんですね。で当然ですが、その結婚式の二次会の幹事代行業なので、披露宴の知識って恥ずかしながらあんまなかったんですよ。でそれはちょっとやれないとお断りしたんですけど、あんまりにも多いので、ちょっとお客さんにもっとちゃんと理由を聞いてみようと、なんでこんなに電話かけてくるのかってことで理由をこう聞いてみるところ、ほとんどのお客様が結婚式の披露宴が高すぎて、お金がなかなかそこまで用意できないので、二次会の幹事代行だったらなんとなく安くやってくれそうじゃないですか。ですので二次会の幹事代行でやれないかっていうお問い合わせの内容だったんですよ。スマコンでそのもうスタートするときに、最初大阪で、東京はちょっとさすがに広すぎて砂漠に水をまくようなものになってしまうので、でまあ大阪かなということで大阪からスタートしていくことになりました。結果は当たりました。はい、とても、まあ、常識を変えるというか形を変えて、僕たちの言葉で言うと安いじゃなかったんですよね。そこでスマート賢い選択とかですね、考え方で、結婚式の披露宴は私たち適正価格って呼んだんですけど、そういうふうに価格は下がることを下げてやることができるんですよと。一番最初にこれを立ち上げるときに会場を持ってないので、会場様と提携をしないとダメなんですね。ここがやっぱり相当難しくてですね、最初一つだったんですよ会場が。そこがとんでもない数のその結婚式をするわけですよ。どうなってるのって話はすぐ業界に広がりますので、そこは後から、そこからもう、まあ、簡単ではないですが流れに乗ってご説明に行って、結局その何のビジネスでもそうですけれども、市場にお客様に認められたもの勝ちなんで、お客様の量とともに、あとはまあ提携していただけるところもどんどん増えていくっていう、もう普通の流れです。海外挙式をしたいという人がすごく増えてまして、再婚者の方もすごく増えてきてますので、もう一回こう国内で披露宴やるのはどうかっていうことで、海外で、まあ、旅行と一緒にやってしまおうっていう方が多いんですけど、海外挙式が多くなると、海外挙式でこう行った内容を親族以外の友人と、まあ、お披露目のパーティーをしたいっていう希望がすごく多いので、その声に合わせて作ったのが 1.5 次会婚っていう形になります。会社として力を入れているところに関しては、やっぱりこう結婚式の披露宴自体もすごく変えていきたいという、その今既存のものではなくて新しいサービスだとかそういうものを打ち出していきたいっていうことを考えてますので、そういうアイデアをすごくみんなで出し合ったりだとか、お客様の小さいニーズを例えば全員全部書き留めて、そこから何か新しいサービスができないかってことを考えたりだとか、そういうことは、その新しいものを何か挑戦してやっていこうということは非常に気をつけてというか、まあ、それを育成の基準にしているというかっていうのをやってます。 2.5 兆円のマーケットでまだトップシェアが500億なので、なので今までの結婚式のその業界ですごく良しとされたことを全て疑って、まあ、ユーザーファーストでサービスを作っていくっていうことがまだまだ全然取っていけるのではないかなというふうには思っています。その私たちはその人の思い出の質と量ですね、思い出の量がすごく多くなって、その質が良くなればなるほどその人の人生は幸せになるというふうなことを定義をして、会社をこう、まあ、運営をしているので、そういったことが作れるその機会ですね、私たちはそれをライフイベントだと置いて、その一つがブライダルなので、ブライダル事業今やってるのであって、それはまだまだライフイベントたくさんありますよね。出産があったりだとか、七五三があったりだとか、まあ、入園して入学して成人式もあってっていろんなライフイベントがある中で、そういったライフイベント業を通じて人
々の思い出の質とか量をですね上げていき、その人たちの幸せをこう作っていくっていうようなこう領域のサービスを今後は展開をしていきたいなというふうに考えています。